ということです。いろんな見合いをしました。ありがとうございます。ラジオ向いてるね。嘘、向いてる。それは嬉しいね。聞きました、ありがとうございます。まだなんです。仕事行く時の車で聞きます。ああ、なるほどね。お願いします。多分見てくれましたかね。そりゃちょっとね、まあ、あゆみたちのラジオやったから言うよね。しゃべめっちゃ上手だった。ありがとうございます。夜の再放送で聞いたよ。二人とも平和で可愛かった。ありがとうございます。新電信クイズかな。なのに、そう、自分もいや、なんか相談しすぎやって思ったけど、まあいいかって思って、それもそれでなんか見合いらしいかなって思って。今日も学校頑張ろうね。頑張るよ。いや、してはるの、あとさっきから。ちょくちょくなんかガサガサ聞こえてたけど。よし、じゃあもうね、準備してこう。アドさんのひまわりはいい曲、いい曲でしょ。クイズは全部外すか全部当てるかどっちか。そう、当てたかったから。そう、前回のやつが全問正解でしたっていうのを聞いたから、あみたちじゃあ全部当てようかってなったら、逆に相談して当てにいった。止まらない。お客様ね、いてるけど。でも基本なんかあみややでやった。気温は昨日よりは気温差があるけど、昼ぐらいから雨みたい。あらまあ。やだな。と雨は久しぶりですな。まだ梅雨じゃないし。よし、よしじゃない、よしじゃない、全然取れてない。
雨の動物園、雨の動物園ね、2回もできるかな。キツネの読み入り、何だっけそれ、なんか天気のやつやな、忘れた。狐の嫁入り、焼けてるの匂いがする、焼けてるのに雨が、あー雨が降るか、あそれか、セミは結構出くわしたことあるか。雨はでも一回やってみたいのが、雨と晴れの境界線に行きたい。なんかたまにこっから急にバッて雨が止むみたいな時あるじゃないですか。あれに出くわしたい。自分こっちめっちゃ乾いてるけど、こっちめっちゃビチョビチョビチョ。出くわしてみたい。なんか楽しそう。え、そう、うん、めっちゃ大雨でめっちゃ晴れてて、その境目に行きたい。そう、なんか日本にはなさそうじゃない、あんまりそういうの。海外とかで起きそう。つまり海外に行けということか。境界線移動意外と早い。そうなん、昨日の夜の豆が届いてないのはちょっとこちらでいろいろ事情があったので、あの豆の方で送りますね。朝の、今日の朝の豆でちょっといろいろ送ります。あの理由っていうか、なんていうの、台風の目の中に入ったことない。台風をあんまり遭遇したことないんです。急に私めても楽しめてますね。屋根のあるところにいると片側だけ降ってるのが分かるです。あー、これを出してたら道路になってる境界線、あ、それはある。雨も走っててめっちゃ雨降ってたのに急にポッてやむ時はある。不思議だよね、地球って。
よし。いい天気だね。雨降り。あ、そう。そう、あ。今日かよじゃあね。あ、頑張ってください。お仕事かな、頑張ってください。確かにね。じゃあ今たまにな、めっちゃそんな気になんねんな。どうやって人間が生まれたんやろうとか、なんかお猿さんとは言うてけどさ、実際ほんまに前世なんなんやつやろうなとか、人間のもとはなんで地球だけ生まれてきたんやろうなとか、そういうのめっちゃ気になるタイプなんですよね。ただ気になって終わっちゃう。これ気になんねんな、終わりって。鉄人だけじゃなくて、鉄人にも確かに。気をつけた。ダーウィンの進化論は最近疑われてます。そうなんよ。気になるけど、そういうの調べずに終わっちゃう。なんか不思議って感じ。鶏が先か卵が先か考えると頭が痛くなる。鶏が、ああ、確かに確かに。ニワトリがないと卵は生まれてこへんのに、じゃあなんでニワトリはおんねんって話しような。神様はポンって再生させた。シナの喉はかわいいでしょ。最近は結構シナモンつけてる。シナモンロールをつけてます。かわいいでしょ。なんかクロミちゃんのやつでもいいなって思ってんけど、クロミちゃんのやつはなんか持ってたので、アミちゃんが先か、アミタンが先か分かる。そう、アミタンが先です。ギリニワトリじゃない、お母さんがニワトリの卵を産んだから卵好き。でもそのお母さんどうやって生まれてきたんやろってなんねんな。そのお母さんもしかしたら卵じゃない人。
人じゃない、卵じゃないもの。最近コキンちゃんよく読め、最近コキンちゃんはねメイクポーチの方に入れてるからあんま見ないですね。なんか持ってく用のメイクポーチの中に入れてるからさ。痛い痛い痛い。アダムとイブ。朝から鉄人改めて鉄人がその人生講座人生講座おもろ。仕事戻ります。あれ頑張ってください。19期生のショールーム審査が土曜日から始まるね。ねえ、それ見た。やばい。楽しみ。変わったしてること変わるんかな。その顔出してる声と年齢わかるな。もう蚊が飛んでます。だっていやだもう本当に夏にならないでほしい。本当にやだ、本当に蚊無理、本当に痒い、もうやだやだ。それはさすがに嫌すぎる。ママ起きて、待ってアラームと同じタイミングで起きてって。ちょっと起きた。じゃあ受験生時代から絶対合格したと思いました。やった、ありがとうございます。ママ起きて。ダメ。おやえ。よし、なんか寝てるけど、まだしょでしょ。タンクシュー。エサアミはあの時も小学6年生、まあ、ギリデビューの時も小学6年生やったけど、でも小学生でさ3学期の期間はさずっとさ NNB で過ごしてたって考えたらすごくない？ようしばらくの間あんまバレてなかったなって思う。今回上位2名は初心者確定やからめちゃくちゃバトル、めちゃくちゃバトルやん。うわ、そういうタイプで行くのねって思った。そう、それで決まるってなってたけど、
それってさ、時間制限とかあるの？年上メンバーも。じゃないと普通にさ、年下の子たちが。でも顔出してなかったらいいんかな、それは。何時でも顔出してなかったら、そう、何歳か分からへんから、何時でもいいんかな。時間制限はないけど時間と…うわ、よかったねよかったねじゃないわあ、ミス、イベントでさ、それをちょっと経験してしまったからさ、最年少、何、年下のデメリットを。だからちょっとこれはマジで、これからショールーム側の方にも、ウェネネビの運営からも言いたい。なかったらそれさすがになコメントはせえへんけど見に行くよ。へへ。平日17時から何時までなんやろ。7時から何時まで。女子ってこれに関してはさ、女子だけじゃなくない？普通に。まあ確かに、なんか学校でもそれはそう。これは本当に不平等じゃダメです。叫んでバレる。まあでもそれは。相手側の方だっけ、何、あの、そう、あの、してるかは、してる方かは、してる方だけやから、まあギリオッケー。全員見に行こう。最終年齢のやつは、最終年齢のやつ、最終日は、最終日は、最終日はって何。日だけでもダメだよ。まあまだ最終日8時の時優しいかな。あやみたちの時は、あやみたちちょっと普通の日は年齢による。うわ待って、ダメじゃん、それがダメじゃん。なんでな、応援してる受験生が不合格になると辛いから、辛いから前の、あー確かに、確かにな、それや、それがある。ショールーム捨てたりしたらそれがあるな。イベでも、うん、イベはあのあやみたちの時はあの10時まででしたね、確か。はい、明日も無理です。最終日も10時まででした。笹岡さんに同寝したよ、10分寝るとか言って
それさ、ラジオ配信やったらどうなんの？ラジオ配信でも16歳15歳以下は8時なんかな。顔出てないし何歳か分からんけど、あーそっか、年齢分かってるんか。じゃあもうダメだね。ダメなんだね、大丈夫配信でも。誰か心優しい方が、年下の子が一番8時までやから、自分も締まりにしよう。でも5日かかってるもんな。な、何人ぐらい、確かに待って、でもショールーム審査せんか、ショールーム配信せんかったらさ、それもしかしたら。最終まで行かれへんのかもしれへんのか。え、そう、でも最終まで行けたらだいぶじゃない。ん？じゃあさ、え、今回歌とダンスないってこと？ショールーム審査やってそのまま最終審査までの決定、あれ？あれ？まあできるだけさ、そうやろな。起きた。今まではさ、そのまあ。あ、別枠なのね、ショールーム審査と。なるほどね。あ、スキップってこと。じゃあさ、あのやらない人はショールーム審査をもうしないって人は、あれ、ちゃんと歌とダンスをやってそれで決めるってことかな。いやーね、ショールーム審査に影響、じゃあ影響、あれ、今回からなんかなってん、別の方法に。なんかショールーム審査、そう、あ、今まではあくまで参考やったけど、今回は1位と2位の方は絶対に最終審査に行けるよっていう、ショールームで。おはよう。ああ、そういうことかな。ショールーム審査枠の人と歌ダンス枠の人で分かれて最終的にゴーンってことか。ゴッゴッゴッゴーンってなって痛い。骨とぶつけた。もう起きた？起きて。起きてください。早く起きて、早く起きて。ママが、ママもともと20分に起きるって言ってたのに、あんよ、そろそろ終わらないとあかんよ。ショールーム審査で盛り上がり数高ければ、そうかな、そうやな、そっちやな。
確かにこれやったら分かりやすいな、審査とすると。お弁当、お弁当、これで使わないとね。鳥さんどうね、知ってるよ。ショールーム審査の次は本来は歌とダンスやった、あやめたちは。そうやな、あみがあれ歌ったよ。あの初めてのし和歌山メンバーが、あー来るか、初めてのママ起きなさいよもうママみたいなこと言って、さすがにショールームで合格を決定したらあれやからじゃない、だからそのさ、まあ、最終は全て出さないと、最終が何気に一番大切な気がする、受けてて。なんかそのさ、パフォーマンス面を見るだけじゃなくてさ、パフォーマンス面だけやったらさ、その歌とダンスの時にさ分かってるやん。だからそのレッスン、そのレッスンへの取り組む態度とかを見てるから、それは絶対大事なんやろ。ねえ起きてママ、ほんでできたらあやみの弁当作ってよいしょ、誕生日読めます、あやみちゃんさお弁当作らないとね、いきます。13位ガチの水さんありがとうございます。12位オーナーフィットさんありがとうございます。11位ナルさんありがとうございます。10位ヨッシーさんありがとうございます。9位チノコさんありがとうございます。8位トミさんありがとうございます。7位おでん屋さんありがとうございます。6位きびだんごさんありがとうございます。5位高政さんありがとうございます。4位宝野さんありがとうございます。3位正規さんありがとうございます。2位フットチュイさんありがとうございます。そして1位あの原慎之介のすけさんでした、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございます。明日は何、あ、17日明日もしかして、あ、17日明日16日かい、17、うん、明日17やな。あ、起きて、起きて、立って、立ち上がった、眠い、仕事に行くまでがめんどくさい、仕事に行くまでがめんどくさい、うん、そうです、これが起きたくない理由です。皆さんそれは目もそうやで、だからあやみあれかもあの土曜日曜日か、今週日曜日ちょっと配信遅めかもです。なんもない、全世界寝起きがバレる、それはもうバレてる、とっくに何分今スマホは、
びちゃん待って42分やばい。あやめもさお弁当作らないとありがとうございます。マジで？え、あ、詰めるだけやん。詰め、そう、それ作るって言うのやめて、詰めるって言って。いや、作る。詰めるだね。だって、チンしなあかんもん、いろいろ。詰めるだね。もう、電子レンジでチンするだけ自体でも作ってる。ママが作って、あゆみが詰める。ママ、でも、詰めるのも立派な作る行動やから。眠たい言ってる、母が眠たい言ってる。ではありがとうございました。ありがとうございました。明日は、明日も7時からですね。はい、明日も7時からなのでよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、では明日もよろしくお願いします。バイバイ。明日もよろしくお願いします。バイバイ。